はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフジです。では提督の決断法、大日本帝国プレー続きをやっていきましょう。前回ですね、真珠湾奇襲攻撃に成功した帝国海軍なんですが、画面の左下の方にですね、資源状態が出ているんですが、保有している資源の備蓄状態ですかね。左から金塊が積まれているのがお金で、石油、鉄、アルミという具合なんですが、特に鉄とアルミはもうかなり枯渇気味なので、早急に資源の確保が必要ということでですね、今回は南方作戦として、敵海域へと進行していきたいというふうに思っています。まず作戦の目標なんですが、2つ3つ、検討しています。まず1つ目がですね、南シナ。ここにはお金が10、油が11、鉄が15ということで、喉から手が出るほど欲しい海域ですね。でもう一つがですね、レイデ。ここはお金が8、油が2、そしてアルミが13ということで、貴重なアルミも手に入るこのレイデ。そしてマラッカ海峡、次のターンでマラッカ海峡というのはちょっと考えてはいないんですが、ここはですね、イギリス軍が日本領域へと進行してくるにあたっては必ず通る重要海域なので、このマラッカ海峡まで制圧をしていきたいなというふうに思っています。でその他ではですね、ラバウル、このラバウルとトラック沖、そしてマリアナ沖、そして小笠原沖、ここで米海軍を食い止める。できればですね、マラッカ海峡と同じ重要海域としてハワイ沖を抑えればアメリカ軍の進攻をここで抑えられるんですが、ハワイはかなり硬そうなので、まずは最終防衛ラインとして小笠原沖、マリアナ沖、トラック沖にラバウル、ここで敵を食い止めるという意味でラバウルにも進攻をかけていきたいというふうに思っています。では艦隊を動かしていきましょう。まず主力第一艦隊はですね、レイテへと進攻をさせていきます。で第二艦隊もレイテへと、この第1、第2艦隊をもってレイテを抑えるという動きにしたいと思っています。で真珠湾を攻撃した第3艦隊なんですが、第3艦隊はラバウルへで、同じく真珠湾攻撃に参加した第4艦隊、これもラバウルへと進出をさせていきます。で第5艦隊は日本へ、寄港中。第6艦隊、これマレー沖にいるんですが、この第6艦隊はですね、マラッカ海峡に行くと見せかけつつ、南シナへ、南から進出を図ります。一方沖縄沖に展開中の第7、第8艦隊は南シナへと南進。南シナへは第6、第7、第8の3個艦隊で進行する構えになります。で第9艦隊、今パラオ沖にいるんですが、この艦隊を小笠原沖へ、これは第3、第4艦隊の代わりに移動する感じですね。で第10艦隊はそのまま、第11艦隊もそのままで、第12艦隊はですね、第3、第4艦隊とともにラバウルへ進行させますが、まだ第3、第4艦隊が到着する前なので、一旦ここに駐留させます。で第13艦隊、第14艦隊はこの後マラッカ海峡へ進出させたいんですが、これはですね、南シナを攻めている第6艦隊が戻り次第合流の上マラッカを攻めるという形にしたいと思っています。で、こちら第15艦隊は真珠湾攻撃に参加した艦隊ですが、日本近海へ一度戻しましょうというところになりますね。で第16艦隊は今戻し中ですというところになります。ではターンを進めていきましょう。あ、そうそう。でですね、技術開発とかの状況は進めておきましたので、今回のターンはこのまま次のターンへと進んでいきましょう。で味方艦隊より入電、南シナ海に突入せりということで、南シナの戦い、海戦に挑んでいきましょう。でちょっとお伝えできなかったんですが、南シナのですね、今のスパイ状況なんですけども、スパイレベルは1で、敵艦隊がいるかいないかという確認までしかできなかったんですが、敵艦隊はいないというのが確認できました。
で敵の飛行場の位置、そして敵の飛行機の配備状況は確認ができていないので、まあ、そのあたりはね警戒をしながらということになるかと思います。では投入する戦力ですが、まずは第6艦隊、そしてこちらが第7艦隊、そしてこちらが第8艦隊という形になります。全3個艦隊を投入します。で先ほどお話したようにですね、今回敵飛行場の位置が未確認です。まあマップ東側に位置する島のどこかにあると思うんですが、飛行場の数がわからない。ミニマム1、最大3というところなので、まず南から進出する第6艦隊はですね、マップの南から進行を開始して進路を東に取った後、島を南から北へと敵飛行場を索敵しながら進んでいく構えにしたいと思っています。続いて第7艦隊なんですが、こちらはですね逆に北からマップに進出をかけて南へと索敵をしながら進む構えにしたいと思っています。で第8艦隊はですね、まあ、駆逐艦がほぼほぼ大多数を占めている小規模な艦隊なので、様子を見ながらですね索敵を中心に行動をさせてですね敵飛行場の攻撃隊に場合によっては参加するという形で進めていきたいと思います。で、冒頭申し上げたようにお話したようにですね、ここには敵艦隊を展開していないのは確認済みですので、敵飛行場の、まあ、破壊が今作戦の目的になります。では始めていきたいと思うんですが、この海域に突入する時刻なんですけれども、敵はね飛行場を持っているので、まあ、少なからず飛行機を配備していると思うんですが、味方はですね攻撃用の航空戦力持ってませんので、夜間に入っていきたいと思います。さあではまずこちらがですね第6艦隊の様子になるんですが、一度ちょっとスピードを落とさせていただいて、こちらの第6艦隊の進路をまず決めていきましょう。で第6艦隊はお話したように作戦要領通りですね、南から北へと進行をかけていきましょう。で第2艦隊は逆に北からという話でしたね。で第8艦隊に関しては、まあ戦力がちょっと弱いところもあるので索敵中心に進めていきましょう。で、まあ、夜ということもあるので敵の航空戦力が出てくることはないので、まあ、ライトをねバリッバリに照らしていきましょう。さあまずは敵の飛行場がどこにあるかというところなんですよね。飛行場を発見しないことには始まらないところではあるので、飛行場を発見したら直ちに攻撃を開始させましょう。最大で3つ、最小で1つです。敵の艦隊がいないというのは確認済みというのはね大きいですよね。まず今マップの一番右側にあるところですが、もうすぐライトのサーチ範囲に入っていきますね。ここにまず敵の飛行場があるか航空基地があるかというところですが、どうだろう、もうちょっとで索敵範囲に入ってきますが、なさそうですね。そうすると今度はマップを下に少し移して、一番大きな島の南側に敵の航空基地があるかどうか。なさそうですね。ここもで半島のところにあるかどうかですね。あとはもうすぐ索敵範囲に入ってきます。ここもなさそうですかね。
ここにも、お、ありましたね。ここにありました。なので、ここに攻撃を仕掛けていきましょう。で、第6艦隊の方はというと、第6艦隊の方も見つけてますね。こちらにもありました。まず2つ見つけましたね。じゃあ3つ目があるかどうかというのを、ちょっとこの後、この第8艦隊で、マップをさらに南へと移動させながら確認をしていきましょう。で、戦艦のいるこちらの艦隊は火力的には申し分ないかなと思うんですが、第7艦隊ですね、こちらの方はもう14艦が大破したように少し火力、耐久ともに不安があるというのがあるので、まあ、少しね、心配な面があるかなというところにはなってきますね。駆逐艦が大破したか、ちょっと早かったな、思ったよりは。駆逐艦1隻を損傷、沈没しましたね。2隻目を失ったか。ちょっと駆逐艦のやっぱ損傷が、敵の航空基地を狙うとなると損傷が激しいですね。駆逐艦の損傷が激しすぎるな、まあ、ただここはもう海域に突入して敵の基地を攻撃中なので、まあ、ある程度の損傷は仕方がないということで一気にご了承しましょう。この南シナはどうしても取りたい海域ですからね。そしたらちょっと第8艦隊も投入しましょう。ここは時間がかかると、夜が明けると敵の航空戦力が出てきて少し厄介なことになりますからね。ちょっと第7艦隊の損傷が激しいな。さあ一方こちらの方はというと、第二飛行場が南側ですね。第二飛行場の敵砲台は沈黙させたという状態になったので、もうこっからはだいぶ楽になりそうですね。一方的に攻撃ができそうだ。でこちらの方がそうは言ってられない状況になってますね。やっぱ火力面でだいぶ差があるな、戦艦と巡洋艦だと。このことからもよくわかりますね。で、今ただいまの時刻はですね、マップというかこの画面の右の方に2日目3時23分と出てると思うんですけど、まだ3時なんでもうちょっと時間はあるかなという状況ですね。さあ艦砲射撃で敵の航空基地を狙ってますが、少し時間がかかってるかな。第2飛行場の方はさすがに戦艦を要しているだけあって早いですね。さあではこの第7艦隊をこちらの飛行場の方に進出をかけていきましょう。このままだと夜が明けてしまいますからね。
いやー、もうちょっとやっぱり敵の飛行場を攻撃するときは、戦艦クラスの火力が必要ですね。これもうすぐ夜が明けると敵の航空戦力も出てきて、より被害が広がるのは目に見えているからな。ようやく第一飛行場も半分というところに来ましたね。この団子の状態で敵の飛行機が出てきて魚雷を撃ち込まれたら、駆逐艦はなんかこうみるみる沈没していきそうで怖いな。今6時20分というところなので、まあ、そろそろ夜が明けてきそうな。マップ上でも明るくなってきましたもんね。それにしてもちょっと駆逐艦沈没しすぎた感じがあるな。今団子の状態になってますが、この状態だと削りが早いですね。さすがになんとか敵の航空戦力が出てくる前に飛行場破壊できましたね。これで南シナは取れたと。ちょっと被害状況が気になるので、被害状況を確認しましょう。だいぶ失ったんじゃないかなっていうね、気がするので。まず上から第6艦隊なんですが、第6艦隊は、まあ、戦艦が勝破しているぐらいで、まあ、残りの艦隊、特に駆逐艦とかは敵の飛行場にそもそも接近もできなかったかなというところですね。ちょっと艦隊運用がまずかったところもあったかなと思うんですが、被害が大きいのが第7艦隊だな。駆逐艦が1隻、2隻、3、4、5、6、7、8隻沈められてるな。で、第8艦隊の方は駆逐艦が1隻。これは第7艦隊の消耗がかなり激しいな。第7艦隊は一度戻しましょうか、日本へ。ここまで消耗するとなると。まあ、とはいえ、南シナは抑えたので、よしとしましょう。少し、艦隊運用がまずかったところがあったかな、という反省点はありますね。海軍交渉より、報告が来てますね。就航したということ。おお、ヤマトだな。ヤマトが就航したか。早速、艦隊に組み込みましょう。で、技術研究所より新技術の報告が来てますね。ちょっと見てみると、艦船用レーダー。おお、なんか良さそうですね。レーダーを搭載した艦船が発する電波を捕捉し、敵艦の位置を逆探知する兵器。本兵器が開発されると自動的に艦船に搭載され、いいですね。海戦では艦載水上レーダーを搭載した敵艦を視界外から発見できると。いやー、これは非常にいいですね。早速、忘れないうちに。兵器の開発をしちゃいましょう。で、それと合わせて忘れないうちにという意味では、南シナの方に、輸送船をきっちり出しておきましょう。で、この後の艦隊の動きなんですけども、第1、第2艦隊は次、翌週ですね、レイテへと突入していきます。で、第3、第4艦隊も次週、ラバウルへ突入。で、第5艦隊は日本近海に入っているので、これはこの後ちょっと再編成をしていきましょう。第6艦隊は、これは巡洋艦が勝破しているので、今、南シナのドックに入っているんですが、これは急ぎマレー沖へと進出させて、マレー沖からマラッカへと進行してもらいましょう。で、第7艦隊、これが2週間ドック入りになっているんですが、日本に戻しましょう。で、第8艦隊はこのまま南シナに一応とどめましょうか。
第9艦隊も小笠原沖に駐留、第10艦隊も駐留ですね。で、第11艦隊、これ今マリアナ沖にいるんですが、どうしようかな。第11艦隊はこのままにしておいて、第12艦隊、井上鳴海中将を率いる第12艦隊はラバウルへと進行させておきましょう。で、そうなるとマリアナ沖にいるこの第11艦隊は泳がせておくのはもったいないので、トラックに移動させましょう。で、第13、第14艦隊は第6艦隊が南シナから戻ってきたらマラッカ海峡へと進行ですね。で、第15、第16は日本近海に戻ってますので、ここでじゃあちょっと編成をしていきましょうか。まず第16艦隊から見ていきましょう。駆逐艦2隻ですが、一度解体をします。ですね。で、第5艦隊が新たに編成できるようになりましたので、ここにまずは何といってもヤマトですね。で、軽巡洋艦が2隻で、残りはちょっと駆逐艦で編成する形にはなりますが、まあそれなりの艦艇数になる艦隊にはしてあげられるかな。なんか駆逐艦ばっかりになると、ヤマトの沖縄特攻時の様相を呈してなんか悲しい感じにもなりますけどね。随伴艦が駆逐艦ばっかりっていうね。ただ一応16艦隊構成にできるかなというところですが、どうだろう、駆逐艦の数がちょっと足りないかな。足りないですね。じゃあこれで、第5艦隊の編成という形にしましょう。で、第15艦隊、第16艦隊は潜水艦隊という位置づけにして、潜水艦でバッと埋めていっちゃいましょうね。まあ、潜水艦を10艦ほど配備していきましょう。本当はフルフルの16隻かな、配備してあげたいところなんですが、潜水艦の数も不足しているので、この後潜水艦が損傷していった場合に備えて、いやーでもな、戦力は集中運用した方がいいしな、ちょっと悩ましいですが、12隻構成にしましょう。これでどうですかね。潜水艦隊2つの潜水艦隊を構成しました。で、早速ですね、第5艦隊ヤマト率いる第5艦隊はこのあとセレベス海とかの方に進出をかけましょうか。で、第16艦隊と第15艦隊、まあ、潜水艦隊ですね。この潜水艦隊はというと、マラッカ海峡を制圧した後のマラッカ海峡の防衛に当たらせましょう、一つ。で、もう一つ、第16艦隊は、マーシャル沖に進出をさせて、マーシャル沖の防衛に当たらせましょう。そうなるとですね、マーシャル沖に展開中の艦隊、ここは今艦隊はそもそもいないな。じゃあ問題ないかな。これでいきましょうか。で、忘れないうちに情報活動とかをさせておきましょう。レイテに、まあ、レイテは次攻め込むからいいから、ラバウルも次攻め込むからな。ソロモンで、あとはですね、技術開発ですね。お金がないので、なんといっても電子、航空、通信、あとはちょっと薄めにやっておきましょう。あのコメントでね、どれもマックスやっといた方がいいですよって教えていただいているんですが、いかんせんお金がないので、ちょっとまずはここまでで様子見をさせていただいてというところですね。で、輸送艦を、輸送船とかを作っておきたいんですが、作る余裕がここもないかな。資源がね、例によって全くない状況ですからね。はい、というところで一旦ここまでにしてですね、次週レイテに進出をしていきますというところと、あと諜報活動の状況をもう一度確認しておきましょう。レイテの方はというと、スパイを送り込めていない不安はありますね。ラバウルに関しても同じだ。少し不安ですが、次週はレイテ。ここには敵艦隊がいるかどうかもわからない。まあ、敵艦隊がいる前提で
まあ、挑んだ方がいいかなというところですね。あとラバール、ここも敵艦隊がいるかどうかわからない。まあ、次週ね、このラバールと、そしてレイテで、翌々週になるのかな、今マラッカ海峡を得て攻め込んでいきたいと思います。というところでですね、今回は南シナ進行戦をお届けしました。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。